方は見ても分かるんですけども、かなり難しくなっています。さあ、この先になってまいりますね。まあ、ここも何か何本かあると思うんですけど、右のラインから真ん中、左のラインと何本ありますけども、今のところは右のラインから飛び移るんですね。38番、国光選手、国光頑張れ、行けるぞ。
三段もすごいんですけど、この助走のね、このする石のところにギアをどこへ持っていくかによってだいぶ変わってきますから、その辺もちゃんと見てもらえます。さあ、そして前期戦1番は小川智之選手。小川選手はね、その前に楽しいですね。スーパークラスのライダーが苦しんでいる中、オッケー、もう一回前、ちょうどね、奥の真上にギアを持ってきましたね。このサイドはまっすぐ、素晴らしい、カルガルト安住、見ようのラインのね、もう引き方が上手いですね。誰も使っていない、ここを今のはと点数がちょっと見えなかったんですけども、ちょっと出口のあたりですね、ちょっとミスした感じですね。さあ、そして続いては席ナンバー2番、小山健選手。さあ、この上位のライダー、本当に少しのセクションのこのポイントがね、小山選手はね、そのラインに行くと楽しいですね。そう、オッケー、マジ同じところのギア、小山選手前に出てますけど、ちょっと肩が短いですね。ここからはどういう状況が見えなかったですけども、ちょっと前のテープのあたりですかね。そうですね、テープのあたり